はい、皆さんこんにちは。レナです。サカです。ヘリティブログです。久しぶりに家で動画を撮ります。今日はちょっと私ドイツ人から見た日本の好きなところについて話したいと思います。なんかドイツと日本の違いとか喋ったり、サカの好きなところと嫌いなところとか、確かにお互いに好きなところ嫌いなところ喋ってるので、ぜひ興味のある方は動画で確認してみてください。コメント欄でもよく来るけど、あのもう日本人じゃんみたいなコメント欄よくありますけど、ゴリゴリのドイツ人なので、ドイツ人として日本に対して思うこと、そうです。ただただ言うのがちょっとつまらないから、はい、うん、私たちは届いたこちらのタイムケトル商品をね、送っていただきました。レナがドイツ語で喋ったことを日本語に変換して出してくれるっていうイヤホン翻訳機、携帯のアプリにつながって使うことができるので、今からつなぎます。ちなみに今、こうアプリとつなぐ準備してる間にこのイヤホンすごくて、今みたいな翻訳機だけじゃなくて音楽も聴けるし、あとは電話でこれを使って出ることもできるっていうね。今回は私がここでドイツ語を喋って、こっちから日本語が出る。 Heute möchte ich darüber reden, was ich an Japan liebe。今日は私が日本について好きなことについて話したいと思います。伝わったね。全然すごい。じゃあ早速やっていきましょうか。はい。Ich liebe japanisches Frühstück。私は日本の朝食が大好きです。うわ、完璧な日本語じゃん。そうだね。私は日本の朝食が大好きです。そうだね。名古屋の朝ごはんだけじゃなくて、うん、もちろん米と魚、味噌汁とか卵とか。ドイツの朝食と全然違うもんね。どんな朝食か。興味がある人は見てください。 Ich liebe japanischen grünen Tee。 日本の緑茶が大好きです。今俺ドイツ語分かったわ。あ、やば。 Ich liebe japanischen grünen Tee。 次にこれを使わずに私はドイツ語を喋って、タカが翻訳する。あ、それでもいいよ。 OK。 できるかどうか皆さん僕のドイツ語の実力見てください。カタのやつね。 Ich liebe alte japanische Häuser。Ich liebe alte japanische Häuser。 なんだったっけな。 alte japanische Häuser。 日本のホイザーが好きですってことでしょ。 alte ってなんだったっけ。 alte 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 japanische Häuser。 あ、わかった。嘘。ホイザーわかった。家だ。はい。アルテアルテが分かればいいってことでしょ。イヒリーベアルテやっぱりしこいぞ。日本の家が好きです。あ、分かった。はい。オールドだ。そうだよ。日本の古民家が好きです。ピンポンピンポンピンポン。ちょっとスピードはあのまだタイムケトルが勝ってるよ。20年前の翻訳機だよ。で、今さ、今言ったことをこいつに入れるとどうなると思う。あ、いいよ。はい。Ich liebe alte japanische Häuser。 私は古い日本の家が大好きです。うわ、いや、このスピードで返してくれんの。スピード全然違う。さっき俺、3分ぐらいかかった。いや、もうちょっと難しいやつを言ってみる。そうね。もうちょっと長い文章で多分俺いけるよ。でもちょ、タカじゃなくて翻訳機。もう一回俺やりたい。 OK、じゃあ Ich liebe japanische Geschichte zu lernen。 はい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 。本当に？ゲシヒテね。ゲシヒテが分からんけど、私は日本のホニャホニャを学ぶことが好きですでしょ。おお、すごい。じゃあ何を学ぶことが好きだと思う？あ、ヒストリーね。そう。ゲシヒテ。うん。だから意外とドイツ語分かんない。確かに。俺意外とドイツ語分かるかもしれない。うっそ。だからレナがさ、たまにさ、レナのお母さんとスカイプしてるじゃん、ここで。ああ。俺あれなんとなく分かるの。っていうことだから気をつけて、次から。スカイプで俺の文句言ったら、これーってなるよ。言ったらっていう話じゃないよ。私はスカイプをするときに、タカの文句しか言わない。そうよ。なんか、もうちょっと長い文章をしようかなと。じゃあこいつに行く？最初から。そうです、そうです。もう俺無理よ。そうでしょ。レベル2は無理。レベル2は。Ich mache gerne Spaziergänge in japanischen Landschaftsgärten, so wie den Tokugawa Garten。すごっ。すげえ。ちょっと長い話をする。すごい。レベル2クリアじゃん。いや、そうだね。レベル3。
In letzter Zeit machen wir viele Tagesausflüge und ich liebe es, Autos auszuleihen und an neue Orte zu fahren. 最近は日帰り旅行がたくさんあり、レンタカーを借りて新しい場所に行くのが大好きです。めちゃくちゃ上手。すごっ。マジっすか。完璧な日本語でしょ。確かに俺の日本語より上手いよ。いや、それはそうだよ。確かに最近よくレンタカーでスーパーカーとか借りていろんなとこ行ってますけど、ぜひね、皆さん興味があったら見てみてください。はい、ちょっと今までドイツ語でやってたんですけど、英語でもちょっとやってみたいなと思って。この機会は、うん、40言語ぐらいは翻訳できるから。そう。だから一番多分使われるのは英語と日本語じゃん。例えば日本人がこれ買って海外旅行行きましたってなったら、ほとんどの場合は多分英語を日本語に変える。はい、というわけでレイラに英語を喋ってもらって日本語で吐き出すっていうやつ使ってみたいと思います。I don't really know what I should say now, but I really want to try to make a really, really long sentence to find out how well this function actually works. 何を言えばいいのかよくわかりません。しかし、私は本当に本当に長い文章を作って、この機能が実際にどれだけうまくいくかを調べたいと思っています。完璧じゃん。あなた完璧ですよ。本当のアメリカ人とかだともっとそのスラング使ったりこうリンキングしたりこう口をあんま開かずに喋ったりとかするから What's up bro? って言ってた。ちょっと一人で What's up bro? どうした兄弟。まあそうだね、そうだね。 What's up bro? どうした兄弟だね。調子どうみたいな。兄弟じゃないね。ってなわけで、もうベーシックに使うんだったら全く問題なく使えると思う。だから単純に海外に旅行行くときにこれ1個持ってって、あのホテルのチェックインするときに、そうよ、アップグレードしたいですとか朝食つけてくださいとか、レイトチェックアウトしたいですとかっていうのも、もう完璧に訳してくれてやれるから、うん、今までこう、あ、やりたいけど言うの怖いからためらってたって人もこの力借りたらマジで使えるじゃん。次の海外旅行にタイムケトルをで、ちなみに今まで使ってた機能がスピーカーモードという機能なんだけど、うん、違うモードが2つあって、3つあるんだよ全部で、うん、もう1つのモードはリスンモードなんだけど、でこれはすごくて、海外の大学に行きました。で英語で先生が話します。その英語をここで拾って、このイヤホンの中で日本語に変換されて日本語で聞こえるっていう、映画を字幕なしでそれが日本語で同時通訳されてここで聞こえてくるっていう。うわ、私の両親にこれを買わなきゃいけないよ。あ、そうじゃん。そしたら YouTube 見れるじゃん。そう。で、3つ目のモードはタッチモードで、これが面白いよ。これはこうして、はいはい、で私はドイツ語を喋って、タカが日本語を喋って、うん、リアルコミュニケーションができるとね。そう、俺が日本語で喋ったらこっからドイツ語が聞こえてここに入ると、うん、で、レナがドイツ語で喋ったらここはドイツ語を拾って日本語で俺に聞かせてくれると。そう。この動画が面白かったならぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。